やあ、望月だ。4月の初めに広島市に行く用事ができたので、合わせて観光もしてきました。広島って全然話題になったこともないし、実際どんなところか全然知らなかったんだけどね。一度小学校の修学旅行で行ったことはあるんだけど、子供の頃の記憶なんて曖昧だし、小さい頃って戦争ってイメージしかなかったから、怖いところって感じもあったしね。ということで今回は、初めての自由行動、たくさん楽しんできたから、旅ブログ、してくぞ。今回向かったのは広島市中区、広島の中心地だね。広島駅から出てすぐわかるけど、普通に都会って感じ。あと路面電車がめっちゃ多いですね。バスと同じかそれ以上に路線あるくらいだったからほんと多かった。調べてみたら、営業距離、車両数、利用者数、どれをとっても日本一なんだってさ。そりゃ多いわけだ。そんな路面電車に乗って、まずは今回の拠点である八丁堀ってエリアに到着。パッと見でわかるけど、めっちゃ栄えてるエリアだね。中国四国地方最大の繁華街らしくて、京都の四条河原町と同じくらい栄えてるって感じ。それなのになぜか人がいない。若い人向けというか、有名なチェーン店もたくさんあるのに、どこのお店にも並ばずに入れる。神すぎる。スタバに座れる繁華街がこの世にあったのか。カフェが人生の半分くらい占めてる私にとって、この街は本当に楽園でしたね。用事が終わったから歩き旅した後、普段旅するときって現地でスマホ見たくないタイプで、何も見ないでふらふら歩き回るのが好きなんだよね。でも最低限目的地は欲しいからね。今回は近くに広島城があるってことだけ調べてたから、道中に行った警備員さんに道聞いて広島城に向かっています。もちろんお仕事の邪魔はしてないよ。しばらく県庁県警エリアを歩いていくと、広島城発見。ちょっと柱で見えづらいけど、天守閣が見えたね。これさ、結末先に言っちゃうんだけど、今回実は広島城行けてないんだよね。理由はあるようなないような感じなんだけど、広島城に着いたって思ってたんだけど、見回しても天守閣がなかったんだよね。まあ進んでたら見つかるかって思って歩いてたら、こんな案内板見つけちゃって、広島城跡って書いてたんだよね。この瞬間私の頭の中で、あ、そっか、戦争でなくなっちゃったんだって完全にないものにしちゃってさ、まあ理屈じゃ説明できない何か不思議な力が働いたとしか思えないね。うん、天守閣見えてたんだけどね。中は通いたいなって思うような歩きやすい散歩コースって感じ。犬の散歩してる人も多かったね。桜もうちょっと後に行ったら満開だったんだけどね。残念。普通に天守閣見えててビビりました。やっぱり不思議な力が。最後にこちらの神社で手を合わせてきたんだけど、鳥居に入る前にね、なんか外国の男の子がね、画面入ってきてずっとにやりってしてくるんだよね。カメラ違う方向に向けるとスンって真顔になって、また向けるとにやってしてきて、あいつ何だったんですかね。まあ可愛かったですけど。よし、満足。何を満足したかわからんけど、広島城跡を後にして、ダジャレじゃないよ、道中ずっと見えてたあのでかいスタジアムに行くことに。はい、到着。何かのスタジアム。事前情報なしてきたから後で調べてみたんだけど、ここはエディオンピースウィング広島っていう2月にオープンしたばかりのサッカースタジアムみたい。めっちゃ新しい場所。この日ね、ホテルにチェックインする前に歩いてたから、パンパンのリュック背負ったままで歩いてたんですよね。だからさすがに疲れちゃって、このベンチみたいなところで休憩しようと思って向かってたんだけど、なんかね、右側に天守閣が見えたんですよね。そりゃそうだ、あるよね、ずっと見えてたもん。そこでやっと思い出したんですよ。あ、天守閣行ってねって。それまでなんで忘れてたのって感じだけど、もうね、わからない。私が一番わからないけど、本当に忘れてたんですよ。でもさすがに今から引き返す力もなかったんで、今回はね、残念だけど諦めることにしました。風強い。そしてカフェがありそうな方向にふらふらっと歩いてて、よさげな広場発見。カフェもたくさんあったね。真ん中は広場になってて、周りにいろんなお店があるって感じ。スタバもあったんだけど、せっかくなら地元のカフェに行かないとね。ミスホアマリオってお店に入ったんだけど、
チーズケーキがめっちゃ美味しかった。カラメル部分がカリカリで、ちょっと残しかけるくらい大きかったし、これは近くに住んでたら常連になれんだろうなって思ってた。夜は鉄板焼き。せっかく広島に来たんだし、広島らしいものも食べとかないとね。広島って牡蠣が有名らしいんだけど、私は海鮮類全般苦手だから、残念だけど食べてなくて、せめてね、鉄板焼きくらいは食べておこうと思ったわけですよ。焼きそばが入ってるんだけど、パリパリしててソースも甘くて美味しかったですね。ただちょっと小さいかも。お腹空いてたからもっと食べたかったなって思ってましたね。しかしお金が無限にあるわけでもない。次来た時にたらふく食べれるようにお金持ちにならねば。寝る前に広島の観光スポットを調べてたんだけど、宮島っていう超有名な観光スポットがあるらしい。海の上に鳥居がある厳島神社が有名な場所ですね。広島といえばってくらい有名らしいし、それならとりあえず行ってみないとね。でまあ朝からフェリー乗って行ってきたんだけど、見どころがたくさんありすぎてさ、宮島だけでめっちゃくちゃ長い動画になりそうだったから、宮島編はまた別の動画で出すことにするよ。もう宮島がね、広島の観光客全員集めたんじゃないかってくらい人がいて、めっちゃ疲れてたんだよ。ほんとめっちゃ疲れてて、どうしてもカフェに行きたい、もうどうしてもカフェに行きたいって気持ちになってたんだよね。ここでついに文明の利器、スマートフォンを使うことに。で、近くのカフェ調べてみたら、Google 評価 4.8 とかいうバケモンみたいなカフェがあったんだよね。まあ Google 評価って高くなりがちなんだけど、口コミ数が630件以上あって、それくらい人が入ってるってカフェなんだよね。その状況で 4.8 ってのはガッチのバケモンカフェですよ。こんなの行くしかないじゃん。ってことで着きました、テラニシコーヒーさん。外観は普通の喫茶店って感じ。さあ見せてもらおうか、 Google 評価 4.8 の力とやらを。席数はそこまで多くなくて、カウンター含めて15席くらいかな。マスター含め店員さんが3人もいて、全員がすごく丁寧な接客をしてくれるんだよ。膝掛けかけられますかとか、雑誌読まれますかとか、いや美容院かよって思ったけど、まあそれくらい丁寧な接客だったって感じ。カフェイン飲むとお腹壊しちゃうこともあるから、アイスティーとトースト注文したら、マスターがね、コーヒーは全く飲まれないんですか、コーヒーが自慢でして俺が美味しいのでよければっておすすめ教えてくれたんだよ。そしたらもうカフェオレ飲むしかないじゃんね。ってことでカフェオレとトーストを注文。甘いものが上に浮いていますので傾けずゆっくりお飲みくださいと一言添えられて届いたのがこれ。正直味のわからない私は、どこで飲んでもそんな変わらんだろうって思ってたんだよ。本当にそう思ってた。でも一口飲んだらその考えが変わったね。めっちゃ美味しい。もう私の好みを知ってるんじゃないかなってくらい美味しかった。でマスター曰く、女性ですので甘い方がお好きかと思いましてらしいですね。いや人によってブレンド変えてる説あるかもね。私そんな甘いもの好きそうに見えたのかな。好きだけどさ、カフェオレも美味しすぎたんだけど、このトーストがさらにやばい。自家製のパンで砂糖を使ってないらしいんだけど、おかしいよこれ、こんな美味しいパンあるのってくらい美味しかった。弾力あってもちもち、人生で一番美味しいパンだったかもしれないって思うくらい美味しかった。これが400円ってやばくない。本当に感動して余韻に浸ってると、サービスですとね、自家製のチョコ菓子まで出てくるってね、楽園はここにあったんだよ。みんな行こう、テラニシコーヒーさん。普段並んでるくらい人気の店ってのもうなずけますな。まあ並んでるってのもあるからあんまりゆっくりはできないけどね。これは否定しようもない星5って感じだったよ。さてこんな感じで2泊3日の広島旅をしてきたんだけど、めっちゃ楽しかったね。突然決まったことで最初は行く気なかったんだけどね、今となっては本当に行ってよかったなって思う。広島で一番感じたのはね、かなり栄えてるのに人が少ない。どこのお店でも入れるから住んだら本当に最高の街なんだと思う。っていうか私が住みたい。観光スポットはたくさんあるって感じじゃないから、2泊3日で主要の観光スポットは十分回れるって感じかな。なんで話題に上がらないんだろうってくらい言いましたから、旅先に悩んだらぜひ行ってみてほしい。西日本じゃないとなかなか行けないかもだけどね。それじゃあまた次の動画か配信で会おう。さらばだ。もうしばらく来ないと思ってたんだけどね、また来ちゃったよ、広島。
なぜか1週間後にまた広島に来ている望月。今度の旅は地元民が集まる場所に。人口密度が低い理由は一体。次回もちの旅に行き帰ってきたぞ広島。あそこに山があるんでね、行ってみます。